You and I。皆さんこんにちは、ガイ大生の10分チューブエピソード6です。つい先日、ワンダイレクションの You and I のプロモーションビデオが公開されました。もう皆さん見られましたでしょうか。今回のプロモーションビデオはこれまでの雰囲気とは少し違ったユニーク性であったり、ボーイズの大人っぽさがすごく感じられるものでしたよね。このプロモーションビデオの公開を機に、おそらくこの曲また注目を浴びると思います。 一人のディレクショナーとして、あるいは一人の洋楽ファンとして、この曲は綺麗に歌いたいものですよね。これまでは、ストーリーオブマイライフの曲を使った T の発音や、テイラー・スウィフトの曲を使った R の発音、ワンダイレクションのリトルシングスの曲を使った TH の発音に関する動画をお送りしてきました。つい最近ですが、本当にたくさんの方から洋楽は綺麗に歌えるようになってきました。 ラ行のの T T や発音されない T のコツが分かってきましたという非常に嬉しいコメントをたくさんいただきますこのこれまでやってきた TRTH の発音が皆さんの頭の中にそろそろ定着してきた頃かなと思いますので今がとても大切な時期ですということで今日はこの TRTH の発音が全て入った U&I の曲を使ってじゃん 遊園代と学ぶ TRTH の発音復習そして実践スピーキングということをテーマに動画をお送りしたいと思います今後も今まで通り洋楽を使って発音に関する動画もお送りしたいと思いますですが動画を見ててくださっている大半の方は 実践的なスピーキングができるようになりたいと思っている方が多数だと思います。ですので、これからは僕がスピーキングを上げるためにいろいろやってきた工夫であったり努力っていう情報をえまあ動画でもシェアしたいなと思うので、今回はその第1弾ということでこのパートを設けさせていただいてます。で、今回はあの僕の自己満カラオケパートは省略させていただきます。まあ、あそこイライラするでしょ皆さん見ている人にとったら。なので今日は落ち着いて見ていただけると思います。 で、早速今日は発音のパートということで、遊園大の歌詞を見ていきたいと思いますが、本当に今までやってきた法則が見事に入ってるので、もう今声裏かっちゃいました、びっくりしたので、あのー、一回これを止めていただいて、皆さん読んでいただいてもいいと思います。僕はもうそのまま読んでいきますね。I figured it out。歌うんかいってなりますよね。もやっぱちょっと歌わないと気が済まないので、ちょっと歌わせてください。すみません。で、早速ですが、この D と I はくっつきます。 で、次、これはラリルルの t。で、アウトのアーがくっついて、フィギリラウトになります。で、アフィギリラウトの black and white という形で、ここは k と a がくっついて b l a c k k n で、この d は発音されません。エピソード5のやつです。で、ここのホワイト e の t も、大概の場合は言われないので、まるでかかっています。で、s e e as n u r s という形で、ここの d も言いません。

えまず ever とすぐマまくあるで hold 言わない d each other 前歯を使う th 言わない t did ever fight ここの fight も言わない t you and i ここも d と i がくって you and i we don't wanna be like them っていう形でここも them っていう形で前歯を使う them we can make it till the end ってここ言わない t Nothing can come between you and I ここも、えー、nothing で前歯を使う th なりぶんに goes above ここもた、えー、ラリルレロの t で次の音にかかってなりぶんになります で次、can Separate the two of us Nothing can come between you and I Oh, you and I と結局歌っちゃいましたが本当にびっくりするぐらい今までやった発音の法則が入ってますよねですのでこれから注目される曲なのでぜひこれを使って皆さんあのこれまでの法則をおさらいしてみてくださいで次は先ほどお伝えしましたスピーキングのパートに行きたいんですけれどももちろん今日も UMDI の歌詞を使いますで今日僕が 注目した歌詞っていうのはリアムが歌うここです。I know how we go we というとこです。なぜここを選んだかっていうとこれは英語という言語をまさに表した表現だなと僕は思ったからです。どういうことかっていうとこれをちょっと図式化してみました。この how we go we というのは、まあ、直訳するとそれがどのように行くか。 なののででどのよううに行くくあるいいいは進んでいくかとことですねここでの一途っていうのは男女の関係性っていう意味なのでこの関係性がどのように進んでいくかっていうことを相手をわかっているっていうことから日本語で訳されたらどうなるかわかっている二人の関係はどうなるかわかっているよっていう訳詞になりますよねでまあこの How it goes に関連してこのような表現があります調子はどうっていう意味で How is it going? あるいは「 具体的に「勉強は順調」っていう意味で「how is your study going?」という表現がありますでもし皆さんがこの,あの表現がわからないとしてこれを言いたいと思った時海外の日本人がやってしまうことはまずは「調子」っていう言葉が、えー、英語では何て言うのかあるいは「順調」っていう言葉が英語では何て言うのかっていうことを探しますよねそこからスピーキングをしようとしますよねそれが、えー、私たちのスピーキングを妨げる一つの理由なんです どういうことかっていうとまずまずはこれを皆さんに分かっていただきたいんですけれども日本語と英語っていうのは全く違う言語なんですなので例えば言いたい日本語があってそれをそのまま英語の表現にしようって思うと必ずうまくいかないんですで例えばこの場合だったら具体的に言うと「順調」っていう言葉は日本語のこの順調っていうのは英語に相当する順調っていう言葉はないんですねで英語ではどういうかっていうと「It's going well」っていうんです いいい方向に行っっててるよっていう意味で順調。もうこれで英語と日本語の違いを本当に端的に示しているなと僕は思うんですけれども日本語っていうのは例えばこの順調であったらいい方向に進んでいますよっていうその状態を表す言葉がありますよね順調っていう。でも英語の場合はそういう言葉はないんです。これはまあ順調だけに限らずいろいろな表現に対して日本語は本当にそれぞれのシチュエーションに対して表される表現があるのに対して英語っていうものはあんまりないんですよね。 で、ここを見ていたら分かる、分かっていただけると思うんですけど、it's going well という形で、英語の特徴っていうのは、この go っていう単語、一つの場所から一つの場所に移動する、まあ行くっていう単語が持ったイメージ、こういう移動のイメージから順調、いい方向に行ってるよっていう言葉が出来上がるんです。なので、スピーキングを上げるためにどのようなことをすればいいですかって質問をすごくいただくんですけれども、それにお答えするのであれば、 英語語語とと日本語は全く違う言語だと理解してじゃん単語あるいはその言いたいことを大きなイメージで取るこれをできるようになることが英語のスピーキング力を上げる一番の近道だと僕は考えていますで例えばどういうことかっていうとさっき僕があの、まあ、買い物に行った時にあの近所のおばさん方があのしてた井戸端会議を盗撮ちょっと盗撮ちゃうわ盗撮せ盗聴じゃ盗聴も違うただ聞いただけ。 あのちょっっと耳に入ったんですよでその方が言っていたのは「まあ、増税になって家計に響くわ」ってもし皆さんがこの「家計に響くわ」って言いたい時日本人がやってしまうことってまずは「家計ってなんて言うんだろう」「響くってなんて言うんだろう」ってところから始まりますよねそれがまずあの失敗の第一歩なんです日本語っていうのは何回も言いますけれども本当に細かい詳細を表す言葉があります ですが英語っていうのは細かい詳細はなくてその単語が持つ大きなイメージから言葉が出来上がっていく言語なんですなのでこの「家計に響く」っていうものを英語に直したい時これはもう僕は今は瞬時にできるようになってるんですけども何をしないといけないかっていうと「響く」っていうまあ日本語の場合は詳細をありますよね。 これがもし英語に直される場合この響くっていうのは大きなイメージで取られる英語ではどういう単語あるいはどういう言葉に分類されるのかということを考えるんですじゃあつまりこの響くっていうのはその増税が、えー、私たちの家計に影響を与えているっていう大きいイメージですよねでそこから僕はあのポンって出てくる英語の表現っていうのは The tax increase has a huge impact あるいは huge influence on our lives で僕はもうその場でポンって買えましたであのえっと家計に響くっていうその細かい事柄を 一歩引いて考えてみると、影響を与えるって大きいイメージですよね。で、あるいは家計っていうのを僕が英語を話すとき、あ、もう家計は分からないって、その場ですぐ諦めます。で、その代わり家計っていうその細かい言葉、大きく見てみると、私たちの生活ですよね。なので、そこに言い換えて、on our lives にします。で、あるいは on our salary っていう、給料っていう意味でもいいです。なので、今何が言いたいかっていうと、日本語はとても細かいことを、詳細を表す言語なので、そのままそれを そそういうういい表現がなな英語に直そうとしたら絶対ダメなんですどうするかっていうとその日本語が表しているちっちゃい事柄を大きく取ってそれを英語に直すっていうことなんです例えば他にもすいません今日も10分ちょっと過ぎちゃいますあの昨日のテニスがもう筋肉痛昨日のテニスの先生筋肉痛やわーって先生に言いたかったんですね その時に日本人がやっぱとらわれがとなこうとやらってしまうのは筋肉痛っていう言葉にとらわれてしまうんですで筋肉痛って何て言うんだろうって探すんですけどまた細かいことですよね筋肉の痛みっていう細かいことからですよねそれをちょっと大きく見てみてくださいで僕がポンって思い浮かぶのは筋肉痛っていうことはつまりその部分が痛いっていことですよねでそう大きく取るとこう言えます My arms really hurt because of the tennis m a t c h っていう形でもう手が本当に痛い ってところから筋肉痛って訳されますよね。こういう風に大きく取るんです。それが一つのコツなんです。もう一つあります。最近携帯依存症やわ これ僕僕,僕僕僕僕僕僕僕これ最近依存症なんです僕でこれをまあ実際に英語のまあディスカッションの時に言いたかったんですよね実際に僕は使った表現は依存症っていう言葉にとらわれるのではなくて大きくとるとつまり依存症イコールずっと携帯触ってるってことですよねなので I always touch my smartphone でもいいですし I always stare at my smartphone screen ずっとスマートフォンのスクリーン見てるっていう意味でもいいですし これでも、I can't go out without a smartphone. もう、携帯なしで外出られへん。もうここまで行ったら本物ですけどね。ここそんなん違いますよ。で、あるいは、もっと広く言えば、I sleep with my smartphone。もう、スマホと一緒に寝てるわ、みたいな。もうここまで行ったら病気ですね。ここは違いますよ。こんなん違いますよ。なのでな、何が言いたいかっていうと、その言いたいことを大きくちょっと取ってあの表現してみる。 してみてみください英作文であったりスピーキングの時にで今回はちょっと皆さんにホームワークという形であの下のコメントやツイッターの,あのまあツイートで共有したいなと思うんですけど皆さんの回答をなのであのこれちょっと考えてみてください。なんでおお年寄りってお金払うのあんな遅いの僕本当にさっき思ったことなんですけどもしこれを英語に直すならこういう細かい事柄にとらわれずに一回大きく考えてみてこれを英語に直してみてください。例えば何であんな遅いのっていうのは 時間がかかるっていう意味で大きく取られますよね。そういうい形で えっと、その表現を大きく取る訓練それを早くする訓練をしてほしいんですなのでこれまず一回ちょっと皆さん考えてみてくださいで,できれば一回共有したいですね皆さんでで今回もこういう形でスピーキングに関する動画をお送りしてこれからもこういう形でいろいろスピーキングに関する情報をお送りしますねで次回はちょっと雰囲気を変えてじゃん妄想英語ということで 1D にホニされたらということをちょっとテーマに面白いあのテーマ用意してるので皆さんまた見てくださいじゃ今日は12分45秒チューブに なってしまいましたがすいませんこれからも楽しみにしていてくださいではまた次の動画で